街ホテルだ。はい、今夜はここに泊まりたいと思います。オモセブン星野リゾート、皆様改めましてこんにちは、やすさんです。先ほどまでですね、とったびさんのイベントに参加してまして、で今日はねちょっと大阪でもう泊まろうということで、今天王寺にありますですね、星野リゾートさんのホテルオモセブンね、はい、こちらの方にね来させていただきました。今日はねこちらで、ね、ちょっと一泊ねしてまいりたいと思います。はい、オモセブン星野リゾート大阪でございます。ちょっとね一回ねちょっと泊まってみたかったねホテルでございます。うわめっちゃ涼しいねんけど、ビリケンさんはね足の裏をねさすってあげたらいいんだって。なんで何が起きるの？足の裏をさすってあげるんだって。何が起きる？何が起きる？あれじゃないの？何が起きるんかな、なんか分からんけど、あこうそうそうそう足の裏を、ね、足の裏だけがなんか削れてる。そうそう足の裏始めて、はいチーズ。それでは中へ進んでいきましょう。今日はやっぱり暑いからか中には誰もいてませんね。おおすごい。これはねたこ焼きをねこれモチーフにしたらしいですね、ここはね。おおすごい広々としたねロビーがありますね。こちらね大阪のマップ、まあ、こちらがホテルなんですけども、周りのねおすすめ店とかがね書いてますね。今日はねこの新世界でねあと串カツを食べようと思いますね。いらっしゃいませ。はい、チェックインはねこちらで簡易的にタッチパネルで行ってお鍵をいただきます。2枚目、はいなんかのイベントかな。うん。なるほど。そういうことか。絶対これどっちを食べたくなったか。まあいろいろとねイベントをね開催してるそうです。3店舗ずつ対決形式で紹介させていただきます。はい。で今日この串カツを紹介する、まずはやればひたすら串カツを食べるんだろうと思う。はい、23年間大阪で育ってきた生粋の大阪人マナです。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。皆様にはお手持ちの投票札でどちらが食べたくなったか2回投票してもらいます。はい、ぜひ。はい。すいません。途中参加もバリバリ OK なので気になる方ぜひ参加してみてください。はい。お好み、これ絶対ラッパーしかしすっごい広いロビーだね。ね。お子様のやつあるやん。これ何つってんの？浴衣。何それ？お部屋で着るやつ。209です。はいここ729。2階だ。2階。わかんない、入ってみないと。涼しい？いいよ。すごいね。さあ今回泊まる部屋はこちらのお部屋でございます。だんだんルームということで、こちらとで2階にベッドがあるそうです。おおすごいあ、パン屋みね。さすがやな。さすがやね。久しぶりにね、新世界行きました。はい、今日はね、串カツを食べようと思いましてですね。あ、こんなんできてんの？おう、うん、うん。無理やな。残念。よし。